はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。いよいよね、まあラスト最終日ということで、次のイベント予告来ましたね。やはり次のイベントはあると。そしてお、あれから10年成長した龍太が死龍討伐のための試練に挑むということで、ちょっとねブラックアウトしていてちょっと見にくいんで、ちょっと画像処理でね見やすくしたいなと思います。手間かけさせやがって、ほっ、だいぶね見やすくなりました。お、これは前回はね死龍がねまあメインだったんだけど、今回はこの炎の竜炎竜がですねまあ山場というかねメインキャラとなってくる。そしてちょっと前回のね予告画像と比較して見てみましょうか。これを見るとやはりメインは竜太、そして今回ナンダ竜王がですねなんか刀持ってねメインキャラとなってます。だからおそらくね初日のガチャでこのナンダ竜王ダブルゼータを引ければワンチャンありと、もちろんね狙っていきますよ。もう今のね段階でですね、もう僕の頭の中には初日のガチャで神引きするためにはガチャ引く前に何のお菓子食べようかっていうね、もうそんなこと考えてますけども、次のイベントはねドラゴンウォッチがね前回あったんだけど、それがない代わりにですねやり込み要素として新要素ねスキル2のね選べるコインなどがね、まあ、ドロップアイテムとしてね来るんじゃないかとね僕は予想しています。もちろんねやり込みでいきますよ。さあ現在の状況なんですけども、まだですね試練がね残ってます。特に難しいのが残っちゃいました。今日これやっていきます。ボスステージ、ステージ28をランク A 以下の妖怪のみでコンティニューしないでクリアしよう。75ポイントやっていきましょうか。今回こんなパーティーでいきます。ショッカー戦闘員、ショッカーといえばね絵頭、絵頭ちゃんねちょっと病気ということで心配なんですけども、そしてサトチン使っていきます。ちょっとねサトチンさんのね話もちょっとしながら行こうかなと思います。なんかちょっと最近なんかいろいろあったらしいんだよね。まあ単体攻撃非常に強力なキャラと、そして馬ですね。皆さんゲットしましたでしょうか。結構ねこれゲットするのに苦労している人多いんじゃないでしょうか。そして馬太郎かわいいよね。馬ですよ、馬娘。そしてマガサス、敵をサボらせる。さあこんなパーティーでいきたいなと思います。さあ脱線者のステージいきましょうか。さあ皆さんはねもう試練終わりましたでしょうか。今回ねこのショッカー戦闘員で攻撃力アップしておいて、攻撃あの強力なキャラねサトチンさんとかね使っていきます。なんかサトチンさんはなんか僕結構好きでね、まあ、YouTube やってる方なんですけども、まあ、僕結構好きでね、まあ、チャンネル見たりするんだけど、なんか最近なんか動画、まあ、非公開にしたのか消されたのかよく分かりませんけども、なんか見れなくなってたよね。あれ何なんだろうね、まあ、YouTuber にとってね動画非公開にするって言ったら相当なことですよ。もう動画はさ YouTuber にとって命だからね、作品だからね。まあぼ、まあ、そういう僕もですね今まで4000本ぐらいね動画上げてきて、実はね非公開にしてる動画何本かあるんですよ。っていうかね僕としては非公開にしたくないんだけど、非公開にされたと言った方がいいのかな。まあ大体ですね、大体というか僕の場合はね非公開にされたのは、まあ、著作権絡みでまあ消されたっていうのがねあります。結構ね僕パクリゲーとかね上げてるんだけど、本家の方からちょっとクレームがついてね消されたってのがあるんだけど、どうなのサトチンさんの場合は違うのかな、分かりませんけども、なんか事情が知ってる方がいたらコメント欄で教えてください。さあ報酬、お秘伝書嬉しいね。さあまだあるんですよ、こちらボスステージ45をランク S 以下の妖怪のみでコンティニューしないでクリアしよう。100ポイントこちらやっていきます。こんなパーティーでいきます。一角一本一得、攻撃力アップです。一本やっぱ攻撃力アップね、1体入れると楽です。そしてロコですね、ロコちゃん単体攻撃、ちょっとロコちゃんの話もしていこうか。ロコです、人気動画クリエイターですから。そして仮面ライダー1号、
中央の妖怪プニを消す。仮面ライダー電王、敵全体攻撃。そして鬼太郎ですね。鬼太郎もね、僕好きなんですよ。ゲゲゲの鬼太郎。さあこんなパーティーでいきます。さあ一角ボスステージ、ボスなので仲間にすることはできません。ロコちゃんね、ロコちゃんかわいいよね結構ピオチャレさんっていうかね、このロコちゃんのチャンネルもね好きで結構見たりしてるんですけども、まあ、もちろんチャンネル登録してますよ。で何気にですね、ロコちゃん僕のチャンネルもね、チャンネル登録してくれてるんですけど、くれてるんですよ。ありがとうございます。だからチャンネル、YouTuber っていうか、YouTube やってる人からは、誰がね、チャンネル登録してくれたっていうのは分かるんですよ。まあ、そういう見れるところがあって。で、まあ、ちょっとね、ちょっと前っていうか、結構前からね、チャンネル登録していてくれて、ありがとうございます。ロコちゃんね。プニプニ上手だよね。そして仮面ライダー、仮面ライダーのさコラボイベントもさ、まだ1回しかやってないんだけど、第2弾第3弾ぜひともやってほしいよね。だってさ、まだ出ていないキャラがいっぱいある。出てほしいキャラがね、あとホームもあるしね、いろいろね、そのあたりも出てほしいよね。そしてゲゲゲの鬼太郎、まさかのコラボ、これむっちゃ嬉しいコラボあったんだけど、これも第2弾がさ来てないよね。これは結構前で間が空いてるんで、そろそろ来てもいいんじゃね。ただね、鬼太郎今テレビアニメやってないんで、話題的にはねちょっと微妙なんですけども。経験値玉落ちました。経験値玉よく落とすよね。これちっちゃくてもいいんで秘伝書にしてほしい。さあ報酬いただきます。これであとは星集め以外はコンプリート。そして超ニャンボもねゲットです。さあゲートやっていきましょうか。さあレベル35、大王軍の魔、 HP 回復量ダウン。いきます。ボスステージ、ディレックス。さあいきます。これ気まぐれゲートもですね、もう残りわずか、もう今日だけになってしまいましたけども、なんだかんだ言ってご褒美の間がさ結局ね全然出なかった。最後はね何か間のね、まあ、アップ2倍とか来るかと思ったらそれもなくですね今日も1日やってたんだけど全然ご褒美の間が出ないね。基本的には戻されるパターンで、出ても強い方のね桂馬の間ということで、まあ気まぐれゲート一応ね Y ポイント確かに稼ぎやすいイベントではあるんだけども、僕にとっては結果としてはあんまり稼げなかったかな。まあそれでも結構稼げたけどね、いろいろ秘伝書とかね交換してもそれなりに Y ポイントキープできてるんで、まあそれなりには稼げたんだけど、まあ、僕的にはね逆にねおはじきの方がイベント的にはね稼げるかなっていう気がする。まあ気まぐれゲートなんだかんだ言って結構周回大変だしね。さあなんとか倒しました。ギリギリです。結構ギリなんだよな。さあこれで186ポイント、まだね1日あるんで、もう少しね周回して40万は無理だな38万 Y ポイントぐらいまで貯めて初日神引きしたいね。